どうも、トポタブラザーズです。兄のしげです。本日はですね、高校野球ニュースが飛び込んでまいりました。新基準バット違反が発覚。それと、高校野球夏の甲子園から2部制導入について。いやー、いろいろね、変わってきますよね。これもまあ、時代と言いますか。なんかこう、今回ちょっと先にコメントを見させていただきました。みんながその記事に対してどういうコメントしてるんかなっていうのを見てからちょっと反応させていただいてるんですけども、バットの件に関してはね、違反バットが市場に出回ってましたと。こんな僕みたいな弱小チャンネルが触れれる内容じゃないんですよ。まあ、ずさんスキル管理だとか、中国の工場で製造したからまあなんかそういう不具合が出たんじゃないかとか、あとはですね、まあ会社で言うと、水野とか SSK とかは全然関係ないんですよ。どちらかというと、メジャーなメーカーではなくマイナーなメーカーというか、ザナックス、ハイゴールド、三強スポーツ、磯野、ボルテカの5社らしいんですけど、まあ俺が知ってるのはザナックスとハイゴールドしか知らへんねんけど、まあなんか、まあ結構やばいみたいよ。ちょっとまあ投げやりなんて申し訳ないんですけども、高野連は4月19日から、不適合バットの使用を停止することを明かしたと。1万2000本中製作したうちのバットで2510本が不適合の製品だったらしい。基準に満たしてないっていう感じかな。そのね、誤差で言うと 0.4 ミリとかの話なのね。そんだけほんまに薄いやん。その 0.4 ミリが薄いことによって他のバットに比べて反発力が高くなっていたことが判明したという話なんで、自主回収であったりとかを今進めてるみたいですね。まあでも多分そんなに変わるんやったら選手たちも気づいてたと思うけどな、なんかこのバット飛ぶなみたいな。多分ね、僕が選手だと絶対気づくと思うんで、まあそれこそね、チームメーカーのご好意してるメーカーとかはあるけど、そっち優先やけど。まあでも今回のなんかね、まあずさんな管理やし、そのね、せっかくの、まあ何、学生の一部の部活の一環っていう捉え方したら、まあしゃあないで終わるんやけど、まあもう高校野球なんか工業扱いやんか。そういうところでさ、そういう不正があったっていうのはね、しっかりしてくれよってなりますけども。高野連に言うたらええんかっていう問題じゃないよ、これは。これはもうだから製造側の話やから、普段ね、僕からした高野連敵ですけども、敵というかまあ、よく名前出させてもらってますけども、今回はそんな関係ないみたいですね。というわけで、続きまして、これは高野連にものも言えるよ。夏の甲子園、二部制導入、ネットは歓迎、当然の流れだと。京セラドームとの併用も必要なんじゃないかとか、そういう声も出てますね。今夏の大会から午前の部と夕方の部に試合を分ける二部制を導入します。ちょっとまあややこしいねんけど、まあ、ぜひね、皆さんも記事読んでみてください。昨夏の甲子園、皆さん覚えてますか？10分間のクーリングタイムっていうのがあったよね。あれ変なよね、感覚的におかしいねんけど、まあどういうことかと言いますと、簡単に言ったら夕方の部というのはナイターで試合をしましょうということなんですよ。でもそのナイターで試合をするのは基本的に1試合だけ。1、2試合目が午前の部にあって、第3試合を夕方にやる、5時以降にやるんで、まあ大体2時間ゲームやから7時終わりか。結構なんかそのナイターにプラス要素やねんけど、そのナイター経験のある僕からしたら、大阪桐蔭でナイターの設備あるんで、これね、僕野球変わると思いますよ。もう全然違うんで、ナイターと昼間で。ない高校って初めてナイターでやるんですけど、ボール見えないですよ。だから俺めっちゃこれね、ナイター慣れの差が絶対出ると思うんで、勝敗予想って僕結構動画出しさせていただいてるんですけども、僕からしたらめちゃくちゃ簡単になりますね。もうナイター設備のある高校が勝つっていう風に絶対に僕は選びます。なぜかというと、基本的にナイターってまっすぐが10キロ増し、変化球が30センチぐらい曲がり幅変わるんで、まあちょっと大げさに言ってますけども、マジで初見のナイターこれぐらい変わるよ。しかも甲子園でしょ、絶対これぐらい影響出るから、見えへんと思うね。
泣いたらなんか。野手もそうやしな。なので僕はなんかそのネットの意見、賛成の意見多いって言ってたんやけど、俺は反対っすね。平等じゃなくなると思う。ナイター慣れしてるチームが絶対的に強いから、ナイター設備あるチームはラッキーって感じだと思いますよ。で、まあ、イコールナイター設備ある高校っていうのは、強豪校、まあ野球に力を入れてる高校になるので、結局強いとこが勝っちゃうやんっていう甲子園になるんで、なんかね、その辺ネット民どうなん？分かってる？その辺。野球変わるぞ。あの、京セラで甲子園をみたいな意見あるんですけど、正直ね、その京セラに値打ちないんですよ。甲子園やからやってるっていう、その違いはさすがに分かってほしいけどな。その元高校球児として、甲子園やから目指す、そこのな、その球場を変えるっていう伝統はさすがに守ってほしいなと思いますけどね。京セラで試合しますと甲子園で試合しますって、もう天と地の差というか、なんか雨の日は京セラで、いやそれも嫌やないやだからね、その京セラっていう意見は出さないでほしい。少なくとも、田畑ブラザーズを見てくれてるみんなは甲子園と京セラの違いぐらい分かってほしいな。まあその僕が関西人っていうのもあるかもしれないんですけども、関西の人からしたらもうほんまに京セラと甲子園で全然違うんですよ、その価値が。さすがに分かるやろそれぐらいと思ってないけど。はい、というわけで、高校野球ニュースということで、新基準バットに違反が発覚という点と、今夏から夕方の試合が甲子園で行われますと。まあ、いつもなんか第4試合はナイターなっとったけどね、そういうのじゃなくてもうナイターでやりますせというスタンスでやらはるんですよ、甲子園がね。そうなったんや。その、まあ、それもこれも選手たちの熱中症対策ということで、選手たちを気遣って、そういう判断になったんやけど、俺はこのナイターは野球変わるぞ。マジで。それだけ言っとく。まだみんなも、天才予想家になりたいんやったら、そういうナイターの野球っていうのも頭に入れて、組み込んでいかなあかんっていうのはありますけどね。いや、絶対ナイターの初見なんか打たれへんし、おそらく外野フライとかのミス増えるよ。だから照明被るからね。そうそうそう。そういうのは絶対に慣れてないと無理やから、なんかみんな軽い気持ちで言うてるけど、俺はかなり重い事案やと思いますよ、これは。僕はだからその、ね、二部制ってなったけども、反対です。平等じゃなくなります。それでは皆さん、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。ありがとうございました。